和歌山駅は、和歌山県和歌山市三園町五丁目にある、西日本旅客鉄道和歌山電鉄の駅である。和歌山県の県庁所在地である、和歌山市の JR 和歌山電鉄側における玄関口であり、東西南北に路線が伸びるターミナル駅となっている。阪和線、和歌山線、紀勢本線は愛子家の利用エリアに含まれている。 JR 西日本の帰省本線、半和線、和歌山線と和歌山電鉄の岸川線の計4路線が乗り入れている。駅番号は半和線の駅に JRR54、和歌山電鉄の駅に01が与えられる。JR 西日本の駅は帰省本線を所属線としており、半和線と和歌山線は当駅が終点である。また、帰省本線は、 当駅から JR 西日本間かつ区間の東端である新宮駅までの区間に木の国線の相性が設定されている。また、大阪近郊区間の南限にあたり、阪和線と和歌山線が該当するが、帰省本線は新宮方面、和歌山市方面ともに該当しない。JR 和歌山駅の事務官高度は62万2091である。 最初にできた和歌山市の玄関駅は、1898年に船と仮駅との間を開業させた木和鉄道が建設した和歌山駅である。しかしそのわずか5年後の1903年には、木の川駅から伸びてきた南海鉄道が和歌山市駅を開業させる。和歌山市駅の方が大阪への便が良かったということもあり、こちらが新しい和歌山の玄関となった。 現在の和歌山駅は、1924年2月、国鉄規制再選の最初の開通区間として、和歌山駅から東駅を経て、三ノ島駅までが開通したのと同時に、東和歌山駅として開業した。この時、三東軽便鉄道も従来の路線の内秋月駅から中野島駅までを廃止し、また、秋月駅から東駅まで路線を伸ばしてこの駅に乗り入れたので、 この駅は開業当初から二路線の接続駅であった。九百三十年六月には、半和電気鉄道が、泉府中駅から、半和東和歌山駅までを開業させ、この駅は、新しいターミナル駅としての性格を帯びていくようになる。半和電気鉄道は九百四十年に、南海鉄道に九州合併されて、同社の山手線となったので、半和東和歌山駅は、 南海東和歌山駅と解消された。この駅が国鉄のターミナル駅として重要性を高めたのは1944年であった。この年5月、南海鉄道山手線は国有化により国鉄半和線となったため、南海東和歌山駅は国鉄の東和歌山駅に統合されたのである。このことによって大阪から和歌山市までが国鉄のみでつながることとなったため、 和歌山市駅が南海本線のターミナルであるのに対して、この駅を国鉄のターミナルと呼ぶことができるほどにもなった。1959年には、三木里駅や田島駅間の開通をもって、和歌山駅から東駅を経て、亀山駅までが全通したため、この区間が帰制本線となった。また、和歌山鉄道は、数度の合併を経て、1961年には、 南海電気鉄道の岸川線となった。そして、1898年以来和歌山駅を名乗っていた、現在の木和駅が1968年2月1日に、現名へ解消される。さらにこの駅についても、同時変更による混乱を避けた1ヶ月後の3月1日に、現在の名称たる和歌山駅に解消となる。これによって、名実ともに、 和歌山市の玄関駅となったのである。和歌山線は、かつて、大野瀬駅から当駅を経由せず、そのまま、紀伊中の島駅を経て、和歌山駅に乗り入れていたが、1961年に、開通した大野瀬駅から当駅までの貨物支線を、利用して1972年3月には、全列車が当駅への乗り入れを果たし、正式に営業期路が設定された。一方、 大能性駅から木和駅までの線路は、1962年12月の貨物営業廃止を経て、1974年10月1日に廃止となっている。その後、国鉄規制本線、阪和線、和歌山線は、分割、民営化により、西日本旅客鉄道の路線となった。そして2006年には、南海岸川線が和歌山電鉄に継承され、 現在に至っている。和歌山駅周辺の空中写真国土交通省国土シリーン地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成東口ホーム一番線ホーム五面八線のホームを持つ地上駅で各ホームは地下道や古線橋で結ばれている。ただし岸川線ホームは地下道のみで結ばれている。緑の窓口は 中央口と東口の2カ所にある。すべての改札口に自動改札機が設置されており、7.8番乗り場に乗り換え改札機、岸川線乗り換え口にも簡易型の自動改札機が設置されている。なお、岸川線との乗り換えには中間改札口を通る必要がある。2番乗り場は配線の関係上、木の国線への入線はできない。 構内の君入れら方面には、留置線が2線とその南側の踏切を挟んだところに一線がある。岸川線を除けば、当駅の構内案内放送は、どのホームもすべて半和線で使用されているものと同じものに統一されている。JR の駅としては、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、帰省本線の下津駅際駅間の各駅、 阪和線のキー中野島駅、和歌山線のキー小倉駅帯の正規間の各駅を管理している。IC カード、アイコカを利用することができる。子供110番の駅に指定されている。以下の路線名は旅客案内上の名称で表記する。6番乗り場は存在しない。かつては5.7番線の間にホームなしの線路として存在したが撤去されて線路の番号が変更された。 その際、旧7番線が6番線、旧8番線が7番線となったが、そのまま7番乗り場、8番乗り場と案内され、線路とホームの番号が相違している。岸川線中間改札岸川線の乗り換えには、中間改札を通る必要がある。岸川線から JR 線に乗り換える場合、すでに乗車権類を所持しているときは、自動改札機に乗車権類を通す。 所持していないときは、中間改札で、生産積み証をもらってから一旦外に出て切符を買い直すか、乗り換えた列車の車掌をもしくは、降車駅で、生産積み証を渡した上で、乗車券を購入する必要がある。JR 線から、岸川線に乗り換える場合で、乗車券類を所持していないときは、同じく一旦外に出て買い直すか、9番線入り口に、ある窓口で、 和歌山駅までの乗車券類を提示の上買う。この場合、カード利用者を除いて、ホーム内の自動改札は使用できない。なお、岸川線ではスルッと関西カード、ピタパは使えない。正式には、規制本線の中間駅だが、運行系統としては、半和線時の国線で直通運転されており、和歌山駅和歌山市駅間は、区間運転のみである。よって、 和歌山市方面と五号、新宮方面間の利用では当駅での乗り換えが必要である。他の各線についても、阪和線時の国線を直通する一部の列車以外は、当駅発着となっている。各線とも、特急、黒潮や快速を含めて、すべての列車が停車する。日中は1番乗り場に、阪和線方面の特急、2.3番乗り場に、阪和線の奇襲時快速。 4番乗り場に木の国線特急と5番乗り場に木の国線の普通が発着する。半和線の半和ライナーは全て5番乗り場から発車していた。2008年3月15日のダイヤ改正以降、奇襲時快速のうち木の国線からの普通と接続を取る列車は乗り換える便性の観点もあり、4番乗り場から発車するケースが多くなった。また、同時期に、 天王寺よりで配線変更が行われ、和歌山線と帰省本線の和歌山市方面は単線に変わっている。2011年3月12日のダイヤ改正で、東駅ひねの駅間の快速、普通列車の本数が見直され、日中は従来の1時間あたり、快速、普通それぞれ3本から、奇襲時快速のみの1時間あたり4本へ変更となった。これに伴い、 奇襲時快速は東駅ひねの駅間は各駅停車に変更となり大阪駅和歌山駅間の標準所要時間は82分から90分に増加した2018年3月17日のダイヤ改正で新幹線接続の新大阪駅まで直通する列車は特急のみとなり前日の通り奇襲時快速の所要時間も長いこともあり大阪方面へは特急 黒潮の利用客も多い。このため、早朝には当駅始発2本、夜間には当駅終着2本の特急、黒潮がそれぞれ設定されている。主な駅弁は、下記の通り、和歌山線、木の国線などから阪和線への乗り換え客なども多い。和歌山県統計年間と和歌山県公共交通機関投資領収によると、1日の平均乗降人員、乗車人員は、 以下の通りである。和歌山市の玄関駅としてバスターミナルとタクシー乗り場が両側にある。西口側は近鉄百貨店など商業中心地として発展している。一方、東口側は古くからの住宅地で建物の集積が少ないが学習塾、予備校、専門学校などの教育施設が集中しているのが特徴である。行政機関や 金融機関が多く集まる和歌山城、本町周辺へはバスで約7分の距離がある。JR 和歌山駅系当番号の色分けについては、のようになっている。当日する JR 和歌山駅、東口バス停についても同様。乗り場1乗り場2乗り場3乗り場 4JR 和歌山駅、東口乗り場5。ありがとうございます。